パープルーム TV。 色とりどりの印刷物や本、作りかけの作品などがあふれかえった部屋。ここは美術グループパープルームの拠点です。過去のさまざまな出来事を絵画で記録する画家、安藤由美。安藤はいつも複数の絵を毎日少しずつ描き加えていきます。神奈川県北部に位置する相模原市。人口は約72万5千人。パープルームはこの町の片隅にポツンと佇んでいます。しかしこの建物は老朽化のためもうすぐ取り壊されてしまいます。階段は錆びきってきしんでいます。とても危険です。完成間近の作品たちが所狭しと並んでいます。絵の具の凹凸が日光に照らされてキラキラと輝いて見えます。生活と制作の境目が曖昧になるほど、安藤はパープルームおよび美術の活動に邁進しています。朝は9時くらいに起きて、朝ごはんを食べて制作を開始します。これまでパープルームには様々な人々が訪れ、たくさんの物語が生まれました。
安藤にとって絵を描くとは一体何なのでしょうか。身近な人や興味がある人しかうまく描けないと言います。これはパープルーム10年前の様子です。コロナ禍以前はよくみんなで集まってご飯を食べました。長く親しんだこの場所とももうすぐお別れです。いい、私となくて、今から鍋を作るんですよね。パープルーム自体がまるで一枚の絵画のようです。パープルームは魔法のかかったようなこの場所で前衛の灯火を守ってきました。いろいろな人たちの思いが錯綜してきたこの共同体にはその痕跡がたくさん残されています。
安藤は10年間パープルームで活動しながらその様子を描いてきました。面白いことが起きた時その場でスケッチしたり記憶に留めておきます。後でその時のことを思い出しながら水彩画で描きます。油彩を描く時は水彩画を横に置いて油彩ではどう描いたらいいかを考え直します。大きいものだと完成までに数ヶ月かかります。描いては乾燥させを繰り返し絵を作り上げていくのです。絵の具の重なりは時間の重なりです。過去のワンシーンを描いている間にもパープルームの物語は進んでいきます。安藤はナビ派とパープルームの影響のもと作品を作ってきました。ナビ派は19世紀末フランスで活動していた芸術グループです。彼らもまた青春をかけて絵画の新しい展開に挑みました。ナビ派は11年間でその活動に幕を下ろしましたが、安藤はパープルームをまだまだ続けたいと言います。パープルームはこれから別の場所に引っ越していきます。